予備校行くときに気をつけてほしいなって思うポイントがいくつかあって、最近変わってきてるらしいじゃないですか。結構時間って限られてると思うんですよ。最近河合塾さんとか駿台さんとかが、はい、業界が変わってる感じがしてて、そうです、始まりました。ちーちゃんです。さあ、今回は高田先生においでいただきました、はい、お願いします。武田塾の高田です。はい、3月になってですね、はい、やっぱり予備校どうしようって悩んでる人たち多いと思うんですけど、うん、最近変わってきてるらしいじゃないですか、予備校業界も。はいはいはい。で、その辺のことを聞きたいかなと思うんですけど、うん、そうですね。あと、まずちょっと僕自身は森田先生がもともと教えてた東進に通ってて、ただそこで映像授業を取りすぎてしまって復習ができず失敗したっていう過去があるんで、はい、予備校選びめちゃくちゃ大事だなっていうふうに思いますね、うん、僕自身もまさに生授業、はい、予ゼミで取りまくって、はい、全然復習できなくて大変なことになりましたからね。なるほど。教える側だったんですけど、それでも復習できずに受験生の時はそれでうまくいかなかったんですね。うまくいかなかったですね。世界史とかだって同じ授業で別の先生とか取ってましたから、はい、ああ、めっちゃ世界史マニア、めっちゃ面白いって言って、うんうんうん、まあ、まさに映像授業とかでも先生面白いじゃないですか、はい、あ、そう、話うまいですからね、やっぱね、分かりやすいし面白いし、もうなんかもう趣味的なものになっちゃいましたよね、うんうん、見るのが楽しい、あ、映画見てる感じとかそういう感じになっちゃいましたね、はいはいはい、映画とかライブにいるみたいな、うん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 、そういう感じになっちゃって、自分でできるようにならなくて大変でしたね、うん、なるほどですね。予備校行くときに気をつけてほしいなって思うポイントがいくつかあって、はい、それをちょっと今日話そうかなと思うんですけど、まず高校生の時に定期テストで失敗した人は、うん、予備校行っても授業が受けっぱなしになる可能性が高いなっていうふうに思ってます。ちゃんと授業を受けた後復習する癖がある子とか、ちゃんとその内容身につけられる人だったら成績って上がっていくと思うんですけど、高校時代授業を受けっぱなしで定期テストあるのにもうそれすら点数取れないってことは、多分何かしら復習法だったり、そもそも自分で勉強するっていう習慣がなかったり、覚えられてなかったり、いっぱい勉強でまずい部分があると思うんですよ。で、そのまま予備校行くと危険だなっていうふうに思いますね。そうですね。本当に自分で復習しない人はただ聞いても伸びないですからね、うんうん、あの森田先生も武田塾で4校舎の生徒と携わってたりもするじゃないですか、はいはい、で、武田塾のいいところってこう最初こう勉強法を教え込むじゃないですか、うん、英単語こうやって覚えるんだよとか、復習こうやってやるんだよとか、うん、それが一番いいなと思ってて、はいはい、だからこう生徒も身につく勉強に変わるんですよね。今までだったら定期テスト前とかもなんかこう勉強してるけど全然身についてないみたいな、うん、そういうやり方が変わるんで効率が変わって成績が上がるっていうところが武田塾のいいところかなと思いますね、うん、自分でやるようになりますからね、はい、うんうんうん、そこが大事ですよ。結局自分がやるからですもんね、本当に。そうなんです、そうなんです。で、そこで思うのは、ちょっと予備校皆さんが浪人するとき行く前に一個考えてほしいのは、はい、ちょっと夏休みと1、2学期どっちの方が勉強できたんだいっていうことをちょっと振り返ってほしいなと思ってて、予備校探しってことは多分浪人する人が多いじゃないですか、はい、で、この高3の1年間振り返った時に、高3の1学期とか高3の2学期って結構大変やったと思うんですよ、はい、朝から夕方まで授業があって、で、放課後なんとか時間を作って、そこで参考書とか学校の授業の復習したりとか自分の勉強を進めてたと思うんです。予備校に通うってことはまた同じことにはなるよと。あ、なるほど。だから高校4年生みたいな感じだよと。だから朝から夕方までまた予備校で授業を受けて、で、その授業を受けてる間で勉強は実は進まないよと。さっき森田先生言ったように、先生の面白い話をまあ聞くだけだよと。で、その後放課後自分でやりたい勉強だったり予備校の授業の復習予習をする自分の勉強の時間になるよと。だから結構時間って限られてると思うんですよね。森田先生は浪人してたんでしたっけ。その時って意外とこう自分で勉強する自由な時間ないなっていう感じじゃなかったですか。そうです。僕はしかもね、はい、夜まで撮ってたんで。あ、そんな夜のやつもあるんですか。ありますね。え、高3に混ざってとか、まあ、いわゆる小論文とかって結構夜なんです、あ、そうなんですね、はい、で、世界史とかいわゆる理社、はい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 、理社もその現役生も出られる時間とかって言って遅くに設定されたりするんで、 なんでやっぱ6時過ぎとかまで授業とか、はいはいはい、まあ、慶応小論文とか受けてる時はマジで最後のコマなんで、8時とか9時とかそういうのもありましたね、朝から。だからこれ結構意外と分かってない子多いなと思ってて、はい、浪人すれば予備校行こうがどうしようがなんか1日中自由な時間が手に入るって思いがちですけど、予備校入ったら入ったで授業とかで結構忙しいんですよね。そうなんです。だから自由に思ってるほど単語一生懸命覚えたりとか基礎固める時間って取れないなっていうのが結構浪人生予備校行ってる子から聞く話ではありますね。そうですね、その通り。そしてまあ雑談長い先生もいますしね、うん
20分とかする人いたりしますから、ね、昔、はい、P ゼミでは、はい、ゼミでは、はい、採用試験の時の面接で、はい、雑談してくださいって言われる、はい、お笑い芸人みたいな雑談がどんだけ面白いかも講師の一つの素養やったわけですね。雑談をちゃんとこれぐらいだったら入れてくださいねみたいなのをむしろ入れること推奨というか生徒の気持ちを引きつけるために、もちろんねいい雑談もあるとは思うんですけど、はい、でもね受験生とったらちょっと無駄な時間になりうるところですもんね。雑談だけをね、はい、録音する人とかいますからね。それを聞き返すとか、はい、いやいやいや何してるの。僕ね当時のね今井博史先生の電車の話とか好きなんですよね、はいはい、電車の話なんだっけな、ちょっとあんま覚えてないですけど東海道線の話とかね好きなんですよね。秋田の話とかね、秋田の高校の先生の話とかね、はいはい、今でも覚えてるんですけど、てんてんぷるぷるとかね、てんてんぷるぷる、はい、まあ、そんな話はどうでもいいですよ。てんてんぷるぷる覚えてもね全然甲子園の話、いやいやちょっと今井先生の講座を受けてる人しかね分かんない。雑草の話も一緒ですそ, 僕そんな今井信者じゃなかったんでちょっと知らない話が多かったですけど、はい、そんないろいろあるんですけど、それはまあ受験には関係ないよと、はい、しっかりその雑談聞いてる暇あるんだったら単語の一つで覚えた方が受験には近づくなと思います、はい、ちょっと話戻っちゃうんですけど、はい、みんなにちょっと聞きたいのは、うん、高3の 1,2 学期と夏休みだったらどっちが勉強進んだか、夏休みの方が進んだって人多いと思うんですよ、はいはい、それはなぜかっていうと自由な時間があって自分で勉強進められるから、この自由な時間をちゃんと浪人生活の中で手に入れないとやばいなと思いますね。だから予備校行くのは別に全然いいとは思うんですけど、その中でもコマを最小限に絞るとか、はいはい、なんかもう全部埋めすぎない、授業で埋めすぎないとかは大事かなと思いますね。ただ自由な時間があってもね、はい、管理されないとなかなかやんない人多いと思うんですよね。あ、そうですね。なんか夏休みなんてもう本当何もしないで、はい、あ、そうですね、夜中にオールナイトニッポン聞くだけの生活ラジオちょっと時代ですね、はい、結局自由な時間あってもじゃあ1年間何を勉強しないといけないのかっていうのを結構自分で戦略組むのって難しいと思うんですよ。です、ね、武田塾だったらその参考書ルートっていうのがあって、はい、じゃあ基礎からじゃああなたはこの参考書1日こういうペースで日割りでこういう計画で進みましょうねっていう風にやるべきことが決まってて、受かるために何したらいいのかっていうのを武田塾の先生から教われるので、それは受験生にとってはめちゃくちゃいいなと、今日これやれば志望校に近づくんだっていう明確な課題やるべきことが決まってるのはめちゃめちゃ強いなと思います。そうですね、やっぱコーチングの時代になってきてますから、ね、はい、あ、そうですね。あ、それでちょっと言いたいことがあるんですけど、はいはい、最近河合塾さんとか駿台さんとかが、はい、まあ、僕もネットとか見てると、はい、コーチングというか武田塾っぽいことを結構歌ってる広告が増えてきたなっていう。そうですね、もうがっつり投信とかでもそうです。お、はい、なんかどんなこと言ってました。前は、まあ、一流の、ね、はい、講師陣だけだったんですけど、一流の講師陣とコーチングとか、うん、一流の AI コーチングとか、やっぱ一番びっくりしたのは、分かるとできるがっていう、ね、今まで分かるだったのができるようになるんですみたいなのを打ってきたのは、うん、俺武田塾の影響じゃないかなと思ってますけどね、はいはいはい、そうですね、まあ、武田塾が本当に昔はね東京に2校舎しかない時代もあった中で、ここ10年ぐらいで一気に全国400校舎まで増えてきてるんで、多分予備校業界も武田塾をすごく意識してきてるなっていうのは伝わってきてて、その予備校の授業だけじゃなくてちゃんと勉強してるかも見ますよ風の広告が増えてきてるなっていう印象はありますね。一人一人手厚く見た方がいいっていうのがやっぱね定着してきてるっていうのもあるし、本当全然ダメなところからやっぱ短期間で行くっていうのは、このチャンネルですら坂上がもう全然できなかったところから中央まで届きましたし、あと葉月、はいはいはい、もう全然ダメなところから青学立教届いちゃいましたからね。あ、昨日の合格発表の動画ですね、収録の、はい、ちょっと見てなかったんですけど、昨日おとついごめんなさい、ちゃんと見てないんですけど、おめでとうのツイートしといてですねちゃんと武田塾でって言ってるから、葉月くんは武田塾通ってくれてたんですね。そうですよ、ごめんなさい、ちょっと森哲さんの YouTube メンバーの一人なんかなと思ってました。いやいや、メンバー一人ですけど、はい、ちゃんと武田塾に通って、あ、通ってくれてたんだ。9月から通ったのって、あ、すごい、それは嬉しい。全然ほんと何もできない状況から、はい、そこからマーチ届きましたからね。おー、すごい。ちょっとごめんなさいね、僕もちょっと本当に武田塾の制度とは知らず森哲先生のどっかから連れてきた YouTube の視聴者の子かなと思ってたら、連れてきた子です。最終的には、はい、僕はちゃんとだから指導報告書見てましたから。でそこで武田塾の先生がこうやることちゃんと決めていって で受かったみたいな。めっちゃいい話じゃないですか。そうですよ、だからちゃんとうわーって言っといてください。いや、それ嬉しいちょっと武田塾の生徒とは知らず森田先生のなんか連れてきた子だと思ってちょっと動画見てなかったんですけど、それは申し訳ないことした。ちょっと葉月くん、はい、おめでとうございます。すごい、めちゃくちゃ、すげーペースでしたよ。一日ね、現役だけど十何時間勉強してたんで、はい、やっぱりすごかったです、ペースの進みも。
これめちゃくちゃ早く進むなっていうのは見てたんで、いやこれね武田塾チャンネルが見てくれてる子嬉しいんですけど、結局予備校行っちゃうと自由な時間奪われて、そのすごいペースで進めるってこともできないと思うんですよね。だからもう僕の一番のおすすめの浪人プランは言っちゃうと、武田塾来てほしいっす。でもう一日中浪人生自由な時間あるわけだから、その例えば10時間とか勉強のノルマを武田塾の先生たちが決めるんで、志望校それぞれが受かるように、でそれをちゃんとこう集中して勉強して、分からないところはそう教えるんで、武田塾の先生が質問は全然受け付けてるん でそこを疑問を解決しつつ、その10時間のノルマを毎日こう300日続けていって合格を手にしてほしいなと思いますね。なるほど。だからまあまあコーチングがやっぱ大事だっていうのも知ってるんでね。そうですね、うん、それはまあ嬉しいとは思います。真似されて嫌だなとかじゃなくて、各この業界が変わってる感じがしてて、授業だけじゃダメだよねっていうのは予備校の人たちも気づいてきてる。だからコーチングっていうことを新しく入れようとしてる。そこは武田塾の真似ではあると思うんですけど、ただまだその武田塾のクオリティほどのコーチングはできないだろうなっていう、まあ、武田塾のコーチングのクオリティっていうのが武田塾自身も進化してきてるっていう自信がありますし、予備校が一朝一夕で真似てできるようなものではないなっていうふうには僕自身も思うので、まあ、あとは予備校側がね、はい、参考書でとか言えないですしね。言えないです。やっぱり朝から夕方まで授業で奪われてる分、自習時間も限られてるし、その具体的な計画までは立てないし、ただなんかこうみんなで集まってテスト解きましょうみたいなぐらいのノリやったりもするって聞いたこともあるんですよ。批判はしないです。やっぱ前の予備校よりは多少なりとも良くなってる。授業を受けただけじゃダメっていう風に予備校の先生たち、予備校のスタッフたちも気づいてきてる。それは業界の進化だと思うので嬉しいなという部分もあるんですけど、武田塾はそのコーチングの元祖の塾としてまだまだ負けないよっていう自信はありますね。ぜひ、まあね、予備校選びを参考にしてもらって、はい、まあ、別に予備校行っちゃダメとかじゃないですね。そうですね、はい、会う人もいると思います、はい、めっちゃ分かりやすい先生に教えてもらった方が伸びるって人もいると思うんですけど、基本はやっぱ自習だよねってところだと思うんで、うん、 そうですね、そこ間違いないようにしてほしいなと思いますね、はい、予備校行っても自分で勉強する時間をちゃんと取って、うん、はい、伸ばしてねっていうのを忘れずに言ってもらえたらと思います、うん、はい、はい、今回は深田先生に教えてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。